こんにちは、萩です。今回はこちらですね。ボストンマラソンを走った大迫傑選手の結果と、この記録について、ぶっちゃけどうなのかという話をですね、今回していきたいんですけども、もうすでに結果出てますので、先に記録されていきたいんですが、タイムが2時間11分44秒で、順位が全体の13位で大迫選手はゴールしました。で、おそらくこの記録というのは、大迫選手の中では、多分、自己ワースト記録になるんじゃないかなというふうに思います。で、さらに、7年前の初マラソンで、一度同じ舞台のボストンマラソンを経験しているんです。で、その時の記録が2時間10分28秒なので、7年前の初マラソンの時と比較しても、まあ、今回1分ちょっと記録が遅いということになりました。で、ここだけ見るとですよ。ここだけポツンと見ると、まあ、今メディアとか SNS で言われているような、大迫選手あんま結果が良くなかったねとか、まあ、パリオリンピックに向けて大丈夫なのかなっていうような感じで見られがちなんですけども、まあ7年前の初マラソンと比較してタイムが落ちている。まあ自己ベストと比較してもタイムがそんなに良くない。まあそして4ヶ月後にはもうパリオリンピックが迫っている。ここだけポツポツポツとつままれて見てしまうとそういう風に見られがちなんですが、まあ僕の個人的な見解としては、そこまでネガティブになるほど悪い結果ではなかったかなというふうに思っています。まあその理由なんかね、この後紹介していきたいんですけども、確かに、まあ今回の結果が大迫選手にとって、まあ100点満点かどうなのかっていうことを考えると、まあ確かにね、本人は納得していないと思います。で、予想していたタイムよりも多分遅かったと思うんです。で、僕の予想では今回ボストンマラソンで最低ラインが2時間10分切り、ここは絶対ね、どんな状況でも切っていきたいっていう思いがあったんじゃないかなっていう感じで見ていたんですけども、もしそうだとしても、まあそこから1分ちょっと切るか遅いので、まあ本人が予定していたタイムを後半ね、思いのほか伸びきなかったということだというふうに思うんですが、ただ、まあ本人が、まあ本命というか、一番結果を出さなきゃいけないと思っているのが、まあパリオリンピック本番なわけですよね。で、本人もね、出場をすでにね、こう明言しているので、おそらくパリオリンピック出場されると思うので、まあパリオリンピックで結果を出すことが、今一番ね、まあ注力を注ぐというか、まあ優先順位がね、まあ最も高いところにあるわけですよ。まあ前回の東京オリンピック以上の結果を、まあパリオリンピックで出したいというふうに思っていると思うので、まあ最低でも入賞していく。でメダルとかね、狙っていけたらいいんじゃないかっていうような感じでね、まあトレーニング積んでいると思うんですけども、まあそうなってくると、まあ本命は4ヶ月後のパリオリンピックなわけですよ。で、今一般的に言われているのが、そのパリオリンピック本命なのはわかると。だけど、その4ヶ月前にフルマラソン一発入れるのってどうなのかっていうところをまあ言われているわけですよ。さらにボストンマラソンって、まあコースがちょっときつくて、まあ起伏が激しいので、こう疲労とかもう抜けきれないんじゃないかみたいなことを言われているんです。ですが、これも僕の勝手な思いで言うと、確かにボストンマラソンでピークをドカーンと持っていって、ボストンでまあ結果を狙っていくという風になった場合、4ヶ月後のパリでもう一度ピークを持っていくのは、これは本当に大変だと思います。ただ、大迫傑選手はおそらく、本命がパリオリンピックあって、調子を上げていく過程の中で、ボストンマラソンを僕は多分入れてるというふうに思うんです。そうなってくると、やっぱ話が違うと思うんです。こう、上がってる途中のボストンマラソンであれば、僕はそこまでこの4ヶ月かっていう期間が短いとは思わないわけですよ。で、まあ僕たち市民ランナーとトップ選手を比較するのってナンセンスであると思うんですが、まあ僕たちの感覚からしても、まあ冬の本命レースがあったとして、そこから4ヶ月前ってどういう状況かっていうと、全然まだ体仕上がってないじゃないですか。まあ比較するのはナンセンスなんですが、まあ、逆に言うとレース本命の僕たち市民ランナーのレース本命の4ヶ月前が絶好調だったらちょっと不安じゃないですか。逆に4ヶ月前に調子良すぎてしまったら絶対下降するので、もう一回上げきれるかな、だったら調子を上げていく、まあトレーニングの一環と疲労がある中で、まあ練習を積んでいく途中段階の方が向かっていってる感じするじゃないですか。その感覚に僕は大迫傑選手近いんじゃないかなって思うんです。で、僕たち市民ランナーってほんと月に1本ぐらいマラソン出てね、こうやっていく、どんどんレースをこう練習の一環として、まあ強くやっていくようなのがスタンダードだった。
するんですけども、まあトップ選手って、まあ年間にフルマラソンを1本か2本ぐらいですよね。で、これなぜ違うかっていうと、僕たち市民ランナーって練習でそこまで追い込めないんですよ。強めのワークアウトって練習でなかなかできないんです。なので、フルマラソンとかハーフマラソンとかレース出て、まあそれを練習の一環として強めのワークアウトとしてレースをポンポンと入れたりするんですけども、トップ選手ってレースに出なくても練習で強めのワークアウトドカーンできるんです。まあそれぐらい追い込むセンスがあるんですよね。まあ自分をほんと8割、9割、10割ぐらい練習だけど追い込むことができるので、僕たちみたいにわざわざフルマラソン出る必要がないんですよ。で、僕たちって8割とか9割こう追い込むことって全然できないんですよ。もう純粋に苦しめない。もうその前にこうギブアップしてしまうんですけど、トップ選手ってやっぱほんとね、もう追い込むセンスがあるというか、まあそこが違うので、僕たちとこうスケジュールの組み方が違うわけですよ。ですが、まあ感覚として4ヶ月前どういう状況かっていうと、決してここにピークは持っていってるわけじゃないし、まあ練習の一環として組み立てていけてるといえば、まあ決して4ヶ月はそんなに短いスパンではない。だけど本命がパリオリンピックがあって、まあ上がってる途中だと考えると、まあこの結果っていうのはそこまでね、悪くないんじゃないかなというふうに思うんです。で、なぜかっていうと、なぜ今回ボストンマラソンがそこまで狙っていないかっていうと、ボストンマラソンにエントリーした時は、もしかしたらボストンで結果を出そうというふうに思っていたかもしれません。わからないんですが、まあ今回はもうパリオリンピックが代表として内定している状態でボストン出場しているわけですよ。なんで、もしかしたらそこでちょっと切り替えて練習の一環としてボストンマラソンに出るっていう切り替えたか、どちらかはわかんないんですが、ボストンマラソンの映像をちょっと見たんですが、最初からドカンって言ってないんですよ。大迫傑選手。で、もしボストンマラソンである程度結果を出そうとか、まあ順位を狙っていこうってなった場合、どんな状況でもハイペースだったとしても、やっぱ大迫傑選手は最初からドカンっていくわけですよ。まあそれが世界の戦い方というか、まあスタンダードだし、まあここで勝負を狙っていたのであれば、ここで勝てなければパリオリンピックでも勝てないわけですよ。なので、もしボストンで、まあ、順位とか、まあ、記録を狙っていたのであれば、最初からドカンっていくはずなのに、もう最初スタート化してすぐにもう第二集団で走っていたんです。で、それもそこまで速いペースで進んでないわけですよ。で、ボストンマラソンのコースって、まあ、全体的に、こう、難関コースだと言われていて、かなりね、細かい起伏もあったりするそうなんです。で、後半30キロ以上に、もうドカンと1キロで50メートルぐらい上がるような、こう、アップヒルがあったりして、まあ、後半相当きついって言われてるコースなんですが、最初も1キロ、ブワーって下って、その後25キロぐらいまで、なだらかにずーっと下ってるそうなんです。で、そこからアップダウンがあって、最後ドカーンと登って、まあ、調整されるみたいな感じなんですけども、全体的に記録が出にくいコースではあるんですが、それでもその中で記録を狙っていくとか、戦っていくってなると、最初前半の方、貯金を作っておかないとタイムって出ないコースなわけですよ。まあ最初ずーっと下ってるので、まあそこである程度貯金を作って、後半30キロ以上コースがきつくなってアップダウンがあったとしても、まあ最後失速せずに、まあ粘り切っていくっていうことで、まあ記録が狙えると思うんですけども、そんな大迫傑選手なんですが、前半のハーフを64分ぐらいで通過してるんです。全然速くないんですよ。まあ下り基調の前半のコースって言うと、さらに遅い。で、64分通過で倍したとしても68分で、ボストンマラソンは後半絶対タイムが落ちるって言われているので、まあそうすると、まあサブ10ぐらいが目安だったんじゃないかなという思うんです。なので最初からドカンって言ってないことを考えると、まあ最初からまあ練習の一環として、まあ走っていたんじゃないかなと思います。まあ本命で狙っていたのであれば、第一手段から行けるとこまで行って、まあ粘っていくっていう戦い方だと思うんですが、まあ前半の入りがあまりも遅いし、第二集団で走っていたので、まあ最初から狙っていてなかったのかな、練習の一環として走っていたと思うんです。で、ハーフの通過が66分で考えると、まあ、トータルのゴールが2時間10分切りぐらいを狙えるタイムだと思うので、まあ、そこと比較すると、思いのほか後半が落ちてしまったというだけだというふうに思うんです。で、今回優勝したのが、エチオピアのシタイレマ選手ってか、選手なんですけれども、優勝タイムが2時間6分17秒なんですよ。まあ、このタイムすごい早いんですけれども、ただこのシタイレマ選手って、まあ、過去にもボストンマラソン優勝権限がありますし、自己ベストが2時間1分
代の記録を持っている選手なんです。で、シュタイネマ選手もパリオリンピックに向けて調整の一環として今回ボストンマラソンを出ていたと思うんです。まあ最低ラインとして優勝したいねみたいな感じで出てたと思うんですが、まあそこの比較すると自己ベストからまあ5分ぐらい遅いんですよ。そうなると大迫選手も今回自己ベストから5分から6分遅いって考えると、まあまあそんなもんなのかなと。パリオリンピックの4ヶ月前の練習の一環としてのフルマラソン一発っていうのは、まあこのコースも含めて自己ベストから5分から6分ぐらい遅いっていうのは、まあ妥当の範囲内なのかなっていうふうに僕は思っています。で、ただなんでこんなに言われてるかっていうと、森井選手の存在があまりにも大きすぎる。で、今回めちゃくちゃフューチャーされているのが日本人をトップとした森井選手。なんとこのボストンマラソン、あのコースで2時間9分59秒で走って、大迫傑選手にも先着してるんですよ、日本人選手が。これがかなりフューチャーされちゃって、大迫傑選手、負けたの大丈夫なのみたいな感じ言われてるんですが、森井選手がね、すごすぎるのよ。このコースで、この記録で、さらに映像を見ると、最初の1キロ、ボカーって暴走してるの。最初1キロで30メートルぐらいドカンって下るコースなんですけども、2分40秒台で入ったとか言ってたかな。ラップちょっと見たいんですけども、もう他のね、海外勢も置いてくぼりにするぐらい、どういう意図なのかちょっとわかんないです。テレビに映ろうと思って走ったのか、それが狙いなのかちょっとわからないんですが、最初の1キロもドカンと暴走しているんです。そんだけ突っ込んで、まあ、途中大迫選手にかわされながらも、最後逆転して、サブ10を果たしてるんですよ。で、この森井選手の存在があったから、大迫選手負けてしまったけど大丈夫なのかっていう見れ方をしてるんです。で、もしこの森井選手がいなければ、まあ大迫選手はそんなもんなのかな、調整なのかなみたいな感じで見られて、ここまでねメディアとかも大きくね、こうネガティブな言葉を使わないと思うんですが、森井選手の結果がすごすぎたので4ヶ月前だけど大丈夫かみたいな感じだと思うんですけども、これはね森井選手が多分すごすぎたんだと思います。で、森井選手もまあどういう位置づけかわかんないんですが、ただボストンマラソンで記事のインタビューを見る限り、かなり記録を狙っていたと。まあ本気で、調子が合えばね、2時間10分ぐらいは切れるというふうに言っていて、相当調子もいいとこと言っていたので、おそらく本人もね、ボストンマラソンでいい結果、いい記録、いい順位を狙っていたと思うので、高川にここにピークを持ってきた選手だと思うんです。まあそこと比較してもね、そこまでナンセンスかなというふうに思いますんで、森井選手の結果が良すぎたので、大迫傑選手はちょっと比較されてやって大丈夫かと思われているんですが、まあ大迫傑選手って今までね、大舞台で結果を残してきてますし、まあ独自のこう調整方法があったりするし、僕今までをこう振り返ると、いい結果を、大迫傑選手がね、いい結果を出す直前って、何か、あれ大丈夫かなって心配になるような、一回凹む瞬間が僕あるような気がするんです。で、前回の東京オリンピックの時もそうなんですが、振り返ると、MGC 3位だったんですよ。前回の MGC の時。で、大迫傑選手が3位になるなんて誰も思わなかった。1位か2位に絶対入るというふうに言われていて、MGC 3位になってしまって、大迫選手大丈夫なのかっていうふうに思われたんですが、結果その後日本記録を叩き出して、そしてオリンピックで入賞を果たすっていう快挙を成し遂げるわけですよ。一回へこんでそこからもう一回上がっていくっていうことを考えると、今回のボストンマラソンも何か伏線になってくるんじゃないかなと思うんです。まあ MGC が2回連続で3位だったわけじゃないですか。で、その時もまた3位かと、まあ今回はさすがに厳しいんじゃないかって言われていて、で、誰もが東京オリンピックでもう一回日本記録更新を狙っていくんじゃないかみたいな空気感ですが、まあ MGC 3位で東京マラソンも回避して、あれメンバー選ばれないのかなって思っていましたが、結局メンバーとして選ばれて、そしてボストンマラソン、東京マラソンを回避してボストンマラソンも出たのに、このタイムかよっていうので一回へこんで、その次パリがあるということなので、なんか僕はね、これが伏線になるような感じ、大丈夫かなと思わせといて、結果本番でやっぱすごいよねと、まあオリンピックで結果出すよねって、大舞台に強いよね、それがやっぱ大迫傑だよねっていうような言われるようなのが、ちょっとね頭の中で想像しているので、なんかそんなに心配してないというか、大迫選手だったら本番ね、大舞台でねやってくれるんじゃないかなっていう感じです。なのでそこまで今回、まあピンポイントで見てもそこまで悪くはないし、本人の状態がどうなのかわからないんですが、で、終わった後もね、
いろんな記事見て大迫選手が何かコメント言ってないかなと思ったんですが、見つけることができなかったので、まあ実際本人の気持ちがどうなのかわからないんですが、なんかそこまでねメディアが取り上げるほど決してネガティブではないかなというふうに思います。まあその周りがね森井選手がすごすぎたっていうところで比較されちゃったのと、まあパリオリンピック直前4ヶ月だけど大丈夫かっていうことなんですが、まあランナーからすると4ヶ月あればまあなんかいけるんじゃないかなと思います。トップ選手とはいえども今回ピークを持ってきてるわけではないので、トレーニングの一環として、走ってるかなということを考えると、こう上がってる途中のタイミングなので、調子が上がっていくここのボストンでもう一回上がっていってパリであれば、まあ十分ね前回の東京オリンピックの結果をね塗り替えることできるんじゃないかなというふうに思いますんでね、まあ楽しみにしたいなというふうに思います。まあここからねおそらくレースに出ることはないかな、出たとしてもハーフマラソンとか10キロのロードレース、もしくはトラックでちょっとキレを出すようなね感じだと思うので、まあだとしてもね一気に記録を狙うようなことはないかなと思うんですが、なんかねレース情報とかねあればねまたお届けしきれないと思います。